フランク・マルタンはフランス語系スイス人のプロテスタントの作曲家。オランダでも活動した。息子のクリスティアン・フェヒティンクは指揮者。フランク・マルタンはプロテスタントの牧師シャルル・マルタンの子としてジュネーブで生まれた。10人兄弟の末っ子。修学前よりピアノを弾き、即興演奏をたしなむほどの早熟ぶりであった。9歳の時、まだ世紀に、 歌声法や歌曲形式を学ばずに歌曲を作曲するが、いずれも優説歌曲であった。12歳の時に、バッハのマタイ受南曲の演奏に接して強い感銘を受け、バッハを精神的な詩として仰ぐようになる。2年間ジュネーブ大学で数学と物理学を学ぶ、傍ら、作曲とピアノをヨーゼフラウバーに指示。1918年から1926年まで、 チューリヒやローマ、パリを点々と過ごした。この頃の作品は独自の音楽語法の探求であり、まだフランクやダンディ、ラベルの影響下にあった。1926年にジュネーブ室内楽協会を設立し、ピアニストやチェンバロ奏者として10年間の活動を続ける。この間にジャック・ダルクローズ研究所で音楽理論や即興演奏を教え、ジュネーブ音楽院で、 室内学を指導した。1933年から1940年までテクニコンモデルヌドミュージック校長に1942年から1946年までスイス音楽家協会総裁に就任。1946年よりオランダに移住。スイス時代に公務に追われて専念できなかった作曲に多くの時間を割くようになる。アムステルダム20年暮らした後、 ナールデンに定住した。1950年から1957年まで、ケルン私立高等音楽学校で、作曲の教弁を取る。その後は教育活動を放棄し、作曲に集中するが、その合間に、室内楽の演奏旅行や指揮にも携わり、録音も残した。絶筆のカンタータ。タ、くて生は勝利ず、選び得るインポータを仕上げてから10日後に、ナールデンで世を去った。 大規模な公共曲や、二つのピアノ競争曲、クラブ3競争曲、バイオリン競争曲、チェロ競争曲のほか、作者自身がバラードと名付けた一連の競争的作品がある。マルタンは、シェーンベルクの十二音技法を独自に発展させた。ただし、調整破壊や表現拡張の手段としてではなく、あくまで旋律の可能性を豊かにするための道具立てと、みなしていた。 このためマルタンは調整に固執し、無調には反対した。声楽を伴う作品競争的作品その他の器楽作品 LP、マルタン、7つの感覚器、ティンパニ、打楽器及び弦楽合奏のための競争曲、弦楽合奏のためのエチュードライナーノーツ。ありがとうございます。